こんばんばは、速塾のでございます、えー。ただいまですね、事業説明会から帰ってまいりまして、えー、とってもいい内容だったかなと思いますね、えー。会場の方はですね、スタートの時からものすごく雰囲気が良くて、登壇者が出るたんびに拍手が沸き起こったりね、それからやっぱり笑い声が出たりとか、なんかあの全然不安を見えたものが全くなかったかなという雰囲気で始まりました。というのも私が事前にですね、 あの、まあ、いろんなことお話ししたから、ああ、す、すごいね、払拭された方が集まってきたんではないかなと思いますけども、えー、実際はね、皆さん心の中で引きずっているのに、何も言わなかったかもしれませんのでね、わかりませんね、それはね、人の気持ちまではわかりません。えー、で、事業の内容とか、ああ、それから今後の展開とかね、それから皆さん気になる返礼金のことですけども、私、今まで一回もですね、不安に思ったことがないですし、カスタマーサポートに電話一つかけたことがありません。なぜなら、ああ、きちんとね、 この事業は進んでいるってことと中小企業にはこういうことがよくありがちだと思っているからなんですよで、危機が起きれば起きるほどさらに強くなって新しいバージョンアップしたねそんな事業が見れるという風に考えておりますですからいちいち狼狽しないですし狼狽するぐらいだったらこういうのはやらないわけなんですよでですからねあの人によっては私がなんかね会社の重要な情報を掴んでてだからそういう風うな発信してるんじゃないですかみたいな仮説を持って私を責める方がいるんですけども、うんなんかね久保さん仮説とか 聞いたら動揺するからって言うけど私が何も言わなければ言わないで動揺するわけですよねまあ、ですんであんまり私もねあの人のこと気にせずにこれからも同じように発信していこうと思います自分の信じていることと私はまあはばかりながらお金を稼ぐのが得意でお金に関してはものすごくねあのセンスがいいと思うんですよだからこのセンスを皆さんにお分けすることかなと思いますし、えー、なんと言いますかね私がね動揺しない発信をしたら逆にこれ興味ないと思いませんなんかどっちつかずのこととかね うん、それから完全に分かったことしか言わないってなると他の多分アップラインの人と同じように発信がなくなると思うんですよ、まあ、ですのでね、あのー、今起きている状況の中から考えられることを無数に上げてその無数の全てに同じ数のリスクヘッジを皆様にお届けするのが私のできることかなと思います、えー、逆にですね他にもっといい方法がある方は私みたいにやってもらいたいんですよ 私一人の知恵では当然足りないところもありますしね、私の一人の見識ではなかなか難しいところもありますし、まあ、中にはね、その前澤社長に話したらどうですかっていう方もいるんですけど、私知り合いじゃないんで、 ぜひ、ね、お知り合いの方がいたら私交渉に行きますんであの行ってきますんで、えー、ご縁をつないでいただきたいと思います私は自分の見識とご縁をねフル活動してこれからもやらせていただくだけかなと思いますんでねあの久保哲郎力が足りないと思ったらぜひね力を貸していただくか私なんて押しのけてあの自ら動いていただきたいと思いますで今回ですねあの返礼金のこととか話題に当然出ましたけども、まあ、一つはねやっぱりこう皆さんに心配をかけて申し訳ないっていうことをしっかりと言われてましたね それに対しても拍手が起きたんですけども、まあでもね、必ず1円たりとも損をさせないと、全員に損させることなく、これはお支払いするんで、まあ大丈夫ですと、待っていてくださいと、そして、いついつまでにっていうことは明言すると、これまた変更がありえるんで、それは言えないけどもっていうことで、したねそれは無理,も無理もない話だと思うんですよ、それからですね私があのもうあの削除はしたんですよ、すぐに削除するって言って、リリースした動画が2つありました、私の妄想、私の仮説ってやつです。 で、私の妄想や仮説を聞くと、ものすごく、あそういう風に考えればいいんだって方が大半なんですよ。大半なんですけども、でも全員じゃないです。今回ねあの、YouTube の動画のコメントで1件、メールで1件、合計2件、もうそういう発信するなという趣旨のことをいただきまして、で、久保さんが仮説とかね、それから妄想だと断っても、動揺するから、やめてくださいと。 いうことでした、うん、その意見も重要なんで私は真摯に受け止めるとともにえその方が言われるにはあの久保さんはなんか会社とつながってるんじゃないですかっていうふうに勘ぐってるんですっていうふうな仮説を持って私のね仮説を封じようとしてるんでまあそういう意見もあってしょうがないかなと思うけどんど,どっちのことなんだろうと <laughs> で私はあの良くなる仮説と悪くなる仮説もうど全部あの採用してるわけなんですよだからリスクエッジしましょうって言ってるんですよね だからこの仮説がなければ行動なんてできないですし仮説がなければリスクエッジもできないですし仮説がなければ大失敗をするって私は考えているんでもし私の、ね、仮説とか妄想とか見通しとか聞きたくない方はあの申し訳ないんですけども私の動画は無理に見る必要はないと思うんで。 ご自身でねあの、動揺しないような発信を探されるか、ご自身で誰も動揺しないような発信をされた方がいいと思うんですよね。はい、えー、と、前置きをね、いろいろと申し上げましたけども、えー、と今回、返礼金専用の窓口、ダイヤルができました。ちょっと電話番号、ここに書いてますけども、お知らせは、ちょっと YouTube で専門にしておきます。YouTube は公開減点しますんで、電話番号を置いておきます。私はこの返礼金に関して問い合わせをしたこと1回もありません。なぜなら全く不安でないからですよ。ただ、久保さん、聞いてくださいっていう方の要望により、 あの聞いたことはありますけどね、えー、ですのでね私はねもう今までこの瞬間までもう1回もですよ1ミリもですよ不安に感じたことがないっていうこととそれから今日説明会に行ってやっぱりなって。 うん、大丈夫だなっていうふうに私は感じましたでも同じ情報を受け取っても理解力と情報の分析力によってはですねだから不安なんだって方もいらっしゃると思うんであのその方はその方で,ですね私の解釈が不愉快でしたら私の解釈を求めるんではなくてご自身の解釈とそれからその裏付けをご自身で取られたらいいんじゃないかなと思うんですよで私はあの今日ね、えー、スピーカーの方が話されていたことが本当その通りだっていうふうに思いましたんで特に裏付けは必要ないなと思ってるんですよ もっとと言うとですね裏付けを求める人ってその裏付けがあったらその裏付けに騙されるというかねその裏付けをじゃあ証明する裏付けはどこなんだって話になってきて終わりがないわけなんですよ、まあ、ですんでね、えー、自分のセンスで選ぶしかないかなと思うんですよねで私はだから話戻りますけどもはばかりながらお金を稼ぐセンスはおそらくある方だと思うんですよそのセンスを持ってこれはいけるなと判断したのが私の1ミリも不安に思ってない全てですね 他の人の言動とか他の人の考えを参考にしたことは全くないですあのそういうものではなくて自分の内側から出る解釈が今まで私をねこういう暮らし隠居に導いてくれたってことをそのまんまこれからもやっていくだけかなと思いますですので他者の情報って私はあまり必要としてないんですよねうんでもやっぱりねご自身で解釈が難しいなとか不安だなって思う方が誰かの解釈を頼りにするっていう気持ちも分かりますんで これからね、私もあのいろんなことをお話していきます。その中で自分の信じたいものを信じていただいて、信じたくないようなものには耳を塞いでいただければいいんではないかなということでございますね。でおし、えーっとね、お話しすることは結構あるんですけども、ちょっと長くなりますんで、この辺にしとこうかなと思います。えー、言えるのはですね、えっ、ー、と、削除した動画のことなんですけども、私2つ仮説を立てましたけども、どうやら2つとも合ってたみたいですね。私の妄想と仮説って、多分こうじゃないかなって思うことが多いんですけども、大体後になってみると合ってるんですよね。で、今回も、 あの合ってたんじゃなないいかなと思います一つはだからあの弁護士かどうとかっていうところですねこれもそういう言葉出てましたんでやっぱりなと思いました私の仮説がそのまま合ってたかなと思いますんで、えーまあね、事業説明会で言われたっていうのが私の今回の妄想に対する裏付けになりますもう一つはですね多分他の事業の黒字化したところから収益は持ってくれるんじゃないかなって仮説を申し上げましたけどもこれも今日その通り あの発表されてましたんで私会社と内通してるわけではないんですけども会社の極意文書を知ってるわけではないんですけども私の仮説の通りに今日はあの事業説明会が進んだなと思いまして、うん、まあ行ってよかったんですけどもまあ行かなくても内容自体はあ別に私が考えたのと同じだなというふうなのが印象ですね、えー、そしてですね今日事業説明会行ってよかったなっていうのはあの広島の会場だったんですけどもむちゃくちゃねいい雰囲気で楽しかったですねそして再会を喜ぶ仲間もいて誰一人ですね お金どうなるのって人はいなかったですねうん何かさすがだなと思いましたねお広島のメンバーすげえなとそうだろみたいな感じで思いましたただ不安すぎて出てこない方もいると思いますしそれから心の中に不安をね抱えたまんま笑顔を作ってくださった方もいたかもしれませんので私の勝手な印象でございますね、えー、そんな形で、えー、速報といたしましてね、えー、今日の j コ o ス。あえっ、ー、となんだっけ事業説明会ですか失礼しました事業説明会むちゃくちゃ良かったなと と思います。もう今までの中で最高だったんじゃないですかねでは失礼します